はい、こんにちは。京都丸竹ベースチャンネルのナビキーでーす。 J リーグ第29節、京都サンガ、今回のお相手は鹿島アントラーズですね。王者鹿島アントラーズ、鹿島アントラーズね、最近ちょっとなんか勝ちがないみたいなので、ね、こんなにね、上位に鹿島アントラーズ食い込むためにはね、今日の試合多分ね、もう勝つ気満々でね、やってくると思います。京都サンガ、前節ヴィッセル神戸にね、見事ね、勝って、なんとかね、降格圏内から脱出したんですけど、やっぱりね、一戦一戦大切な試合がね、もう残りね、試合がね、数が足りないんで、もう一つ一つのね、試合負けるわけにはいかないのでね、本当に大切な試合だと思います。さて、いつも通りマルシェイベントの方をご紹介していきます。それではどうぞ。はい、自衛隊のね、働く車がね、今日来てて、このね、偵察用のバイクかな。それと、ここに、これも、偵察用か、ね、兵員の、車かな。要素の辺はなんかわからないんですけど、できたらね、何だっけ、機動装甲車とかね、10式の戦車とかね、ここ持ってきてくれたらすごい嬉しかったんですけどね。さすがにそうだ、無理ですね。はい、自衛隊のブースはなんかポールのね、ユニフォーム、子供さんだけやけどね、来てね、なんか撮影するブースとかもね、今日あって、待っていました。はい、今日はカードフェスタ2022ですごいね、行列が出てきていますね。めちゃくちゃ並んでます。全然さっきからね、動いてないんですけど、今日はサンガカードフェスタ2022のね、やってます。はい、今節のサンガの新しいグッズですけど、上福本選手のハイブリッドタオル、カードホルダー、今日カードフェスがあるのでね、カードホルダー、それとマルチポケットホルダー、ドローンとネックストラップ、それとショッピングバケット、今日の、サンガの新しい新商品はこのラインナップになっております。はい、選手バス到着しました。今日もね、お出迎えしていきます。亀岡の、ステージ前ですね。今日はエグザイルの、イベントがあるみたいなんですけど、5時からね、夕方5時から開演やったんですけどね、朝9時から並んでたとかいうね、人らがいたみたいですね。8時間待ちですか。
なんかすごいですね、ブザイルなんとかっていう人らがね今日来てます。人いっぱいです。ステージの方ね、なんか撮影機にしちゃったんでね、スタジアムの方からちょっと撮影します。はい、今日は京都銀行、スポンサースペシャルデーなんで、こちらのね弾幕、これからも長いお付き合いを京都銀行、出てました。ありがとうございました。I'm gonna go to the hospital.
はい、J リーグ第29節鹿島アントラーズ戦ね、1対1でドローで、前半ね、サンが1点入れたんで先制点取ったのでね、これは今回勝てるかなと思ったらね、さすがアントラーズね、簡単にはね、勝たせてもらえませんね。すごいやっぱりね、攻撃面、守備面、フィジカル面、ね、全てにおいてサンがね、上回ってました。まあそれでもね、対等にね、張り合ったサンが
なんとかね1対1ドローでね終わった、まあ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 っていう感じでね、勝ちたかったですけどね、惜しかった、うーん残念です。事実ね、水曜日かな、マリノス戦ナベッキーまた来ますので、サンガスタジアムでお見かけしましたらまたお声かけてください。それと本日中秋の名月、サンガスタジアムの上に綺麗にお月さんがね満月で、輝いております。綺麗に撮影することもできました。それでは、サンガスタジアムからナベッキーが、お送りいたしました。次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さよなら。